ちは。こんにちは。寝起きです。声が出ません声が出ません。マヤは多分寝てます。仕事のやる気が起きません。頑張りましょう頑張りましょう。すがらを起こしに行きましょう。めっちゃ怒られるよ多分めっちゃ怒られると思います。寝起きそっきり？寝起きそっきりか。マヤは多分寝とるよ。こんにちは。今日は何時に寝たんだろうか、わかんないな。また日付は超えてますけど余裕で。糸みきや牛タン麺食べたらしいよ。みんなに言われる。すがらにも言われたし、前にも言われました。牛タン麺食べたいって。牛タンメン行きたいな牛タンメン行きたいな。朝ごはんはまだ食べてません。ちょっとね、胃が今ね渋滞しててやばいです。ほぼ牛タンメンの人って何？牛タンメンに、牛タンメンではないです。牛タンメンはね、私はトッピングしないんですけど、誕生日に行きたいね。もう朝食の時間終わってるし、もう朝ごはんいらないです朝ごはんっていうかもう昼ですね。はい、ちょっと胃が渋滞してるのでちょっと入らないです。おしんさんのセタン当たった方がおめでとう。明日は公演だし、めっちゃ久しぶりの公演だ。やばい、緊張しちゃう。緊張してしまいます。
練習しなくていいの。練習しないとやばいです。練習しないとやばいです。はい、正直なこと言うと練習しないとやばい。昨夜お風呂に入りましたか？毎日入ります、お風呂は。はい、昨日だけ入らないとかそんなないんで毎日入ります。はい、私は基本お風呂に入らないと寝れない、寝れないというか布団に入りたくないのでお風呂はちゃんと入ります。明日はそうですね、ふゆっぴの生誕ですね。ふゆっぴあれだよね、長良川球場行ってたよね。すごい楽しそうで。昨日はバンテリン行ってた。え、ふゆっぴが、誰が？ふゆっぴかな。すごい。カープ戦だから？カープ戦って続いてるってことですよね。まあ続かないとできないですもんね。大体野球はそうですもんね。自分で電車とバスに乗って行ったよ。誰の話？ふゆっぴ？あ、ふゆっぴね。ふゆっぴとの思い出薄そうって言われたんだけど。わからんよ。それはわからんよ。でももう意味は分かりました。カープは濃いですもんね。濃い生誕 T シャツはできてない。できてないです、やばいです。ふゆっぴが行く試合分かってます。え、すごいね。濃い、濃いです。ショールームのアバター作れないの。だって何も来てないんだもん。だってなんかすごい時間かかるみたいですよ。わかんないけど。このままデザイン提出しなかったら催促される、怒られるです。ドラゴンズ連敗してます。ちょっとこれは私が応援しに行かなきゃいけないですね。今日はチークしないよ、もうやりましたから昨日。また再来年ですかね。はい、また再来年お会いしましょう。おはようございます。マヤは多分寝てる。ドラゴンズ知ってる選手いますか？いえ、知らなかったらやばいですよ。まあでもゆずさんにいろいろ教えていただきました。一緒にいた時は生誕祭のグッズは T シャツとトートバッグとあのキーホルダーじゃないですか、わからないですけど。
わからないですけど、多分そうだと思います。頭寝てるですか、誰だっけ誰だっけ誰だっけ、4番打者誰だっけ誰だっけ、え誰だっけ、ビシエドさんじゃない、石川選手、石川さん、石川誰、誰だ、目を閉じた寝れるんじゃないかな、石、うん、こんにちは、今何時ですか、何時だろう、40分ぐらい、筋肉痛になってないの、筋肉痛、46、ありがとうございます。そろそろ15分が来てしまいますね、あっという間です。バチバチ布団から出ましょうか、布団から出てますこれ枕だから、布団からは出てます、安心してくださいね。今何着てるの、秘密、秘密です。二度寝はしません。そうだ、チーク返しはね体力使いますから、枕でパジャマを隠したいのね、パジャマじゃありませんパジャマじゃありません、水着かな、うん、水着かもしれん水着着てたらやばいけど、水着の可能性もあるわ。お姉さん何をしてますか、知らないです、知らないです、聞かないと、寝てるんじゃないですか今、てかショールームの背景がいつの間にか変わっていた。サウナ行ってるよ、サウナは行ってます。そうだ、思い出した、思い出しました全然関係ない話ですけど、夜勤なんで寝ますね、ありがとうございます、配信ありがとうございました、ありがとう、436でございます、ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで今日も一日頑張りましょう、皆さんお付き合いくださりありがとうございました、それではまた明日。バイバーイ。